ここに入れちゃう。このチーズドレッシングつけましょう。ご飯はサイクロンそうめんと、サイクロンそうめんと、から好しの唐揚げと、リスナーさんがくれたケーキ。そう、これ足したら、いや、もうそう、いらないの、もう食べたね、結構お腹いっぱいになっちゃったね。唐揚げもすんごいお腹膨れたし、これ食べないの、これ、うん、いいの、うん、はい、食べな。もぐもぐタイムです。今日は エミリーさんの母乳を飲もうと思います。これ大きくてね。どうした、漏らしちゃったの。いや、ズボンにしてもワンピースになった。結局ギリになる。したかな。してるね。帰るね。ごめんね。皆さん見てください。ね、うみりさんはちゃんとママやってる姿を見てください。赤ちゃんは映さないようにします。偉いでしょう。持ち上げるとおまんま映っちゃうかもしれないから、ちょっと上にしとこうか。あ、映ってんの。うみりさんのママやってる姿。苦しい、食いすぎた。いやね、このそうめんの最初の太くて二口がめっちゃうまいんだよ。なんかすタレが良くて。あ、とめむくん、じゃあとめむくん、こんばんは。つばさん、ちは。これかわいい。ベビタルの声かわいい。なんでもかわいい。またね、何よしんの。いやいや、してないです。かわいすぎて、どうしよう。どうですか。なんでですか。まだ抱っこしましょうか。ご機嫌ななめです。何、おっぱい飲みたいの。ダメだよ。嫌だね。嫌だね。あれ、できない。これできないです。エミリー頑張ってるね。当然です。ね。ママも0歳。君も0歳。パパも0歳です。泣いていいよ。疲れた顔してる。本当絶好調。でも寝あれだからな、最近寝れないからな。本当 2,3 時間しか寝れないもんね。お腹空いてそう。ミルク？お腹空いてるけど。あげちゃうじゃん。
まだダメ。まだダメ。うん、泣き疲れて寝てもらうしかない。ええんちゃうか、抱っこして。俺が抱っこすると結構泣き止むんだよ。なんで俺が抱っこすると泣き止むの、これすごくないねえ。あったかいからかな。泣かないでーろん。なになになに、お腹空いてんじゃない、やっぱりミルクあげちゃえば。なんで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 よ、ミルク飲むか。あったかいの多分さっきちょうどよく冷めてんじゃない、さっき入れたの一個。ん、あ、でもでっかいやつか、さっき俺用のやつ作ったよ、粉みの。飲んでよ、ミルク飲む。お頭さえとしに、あんまり泣かないんですよ。おい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 、今日初めてかも。今お腹空いてんじゃない、ふっかる、ふっかる、お腹空いてんだろうな。チーズドレッシング舐めるか。服はこれ熱くないよ。冷房ついてるから。あげちゃう、じゃあ俺飲むように作ったやつ。持ち帰ったりする。持ち帰るの、はい、別に嫌いじゃないね。おしゃぶりもある。めっちゃ吸ってるわ、うん、よいしょ。なんかおままごとみたい。うちがお酒飲むときはあげてない、母乳もミルクも、ミルクというか搾乳も。今日だからエミリさんの12時間あげてない、お酒。あ、うんちした、振動感じた。これどっちのなら、俺が今おならしたの、ベビータロンがしたの、今震えたんだけど。あ、すっきりした。顔がなんかすっきりした顔になった顔あれすっごいすっきりした顔。もう出ないか、もう一個うんこするか。変えてみるか。よいしょ。見てみますね。ピタンですか、すごいな。うわ、かぼちゃ色のうんち出ましたね。うん、かぼちゃ出ましたね。出た、かぼちゃ出ましたね。ひき肉です。知ってる？この歌。ひき肉ですってやつ。今更今日知った。ちょんまげ小僧。それ嫌い？うち大好き。ニヤニヤしちゃう。知らない？昨日から口ずさめてるから削ってたくさん、ひ
焼肉ですって。本当だ、バターチキンカレーが出ました。いっぱいうんち出ていい子知ってる？まなみちゃん突然死症候群が一番怖かった。怖くてもね、そんなのあるの。お腹張って気持ち悪かった。本当だね、すっきりしたのが。泣いて肺が強くなる。じゃあごめんなさいね。終わりました。終わりました。かわいい。おめでとう、ありがとう。振り終わったよ、終わった。振り終わったよ。下の子1ヶ月だけど基本泣かせたね。なんかうちのお母さんも泣かせたらいいってめっちゃ言ってくる。泣かせて疲れさせるのもいいんだよって。パパ頑張ってる。あー、チャミナちゃんありがとう。終わったよ、終わったよ。赤ちゃんは泣いてなんぼだから。うん、可愛いんだよね、泣き顔も。泣き顔可愛いんだよ、笑っちゃう。うちで言う分はいいんですけど、赤ちゃんになんかそういう、こと言うのはちょっと。ベビーのアンチ食べる？ベビーのアンチ見る？やめて。みんなアンチ見るわ。やめて。やめて。大きくなった時嫌がるから。はい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 、終わったんだから、終わったんだから、終わったんだから、はいはいはい。終わったんだから、終わったんだから、おむつ交換、終わったんだから。終わったんだから終わったんだから、おむつ交換終わったんだから。で YouTube ではね、映ってます、パパの様子が。見せないでよ、こっちの姿。おむつ交換終わったんだから。梅じゃない、柑橘祭りだって、ストロングの300円。はい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 。泣かせて脱腸で手術した2ヶ月の時、力強く泣くから。ああね、力強く泣くと脱腸になっちゃうんだ。なんでほら、いけんだ。お腹空いてるよ、赤ちゃん。お腹空いてるか、ミルクあげるか。そうめん食べるか。そうめん食べるか、そうめん食べるのか。だってよちゃん、わーわーわー、意識失うから俺の口の臭さで。誰かのスパチャが来たら、ミルクあげますんで、誰かスパチャ飛ばしてください。スパチャがないとちょっとミルクあげる、お金なくて。分かった、エミリさんのミルク飲もう、生の。
いい？いける？あったかい？熱い？ちょっと水入れてきてあげて水。いや、入れれないよ。ちょうどいい？ちょうどいい？待って。ポイズン歌える？言いたいことも言えないそんな世の中じゃポイズン俺が俺をやるがはいけないウォーウォーララ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 ラドゥ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 誰か歌詞入れてください。ひまわりさんありがとうございます。竹本ピアノも泣き止むんだ、すごい。目開けとる？ポイズン。ポイズン。もう目がポイズン。あ、まだまだ。ない、竹本ピアノの歌詞をしてくんない。もっともっと竹本。竹本ピアノ。言いたいことも言えないそんな世の中じゃポイズン。ルル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 ルピアノ打ってちょうだいだって。ピアノ打ってちょ。わあ。肌着に一枚着せるよ、着替えよ。え、何肌着一枚って、暑いって、うん、全然暑くないよ、そんな薄いよ、これ。そう、水で冷ましてこないんだ、あいつ。そうそうそう、バカなんだ。めっちゃ暑いな。水入れてあげるよ。はい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 、持ってて持ってて。ごめんね、ライオンキングやりたくなっちゃった。はい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 
怒られちゃった。うちのシルバ、シンバ。これ怒られる。なんでくだちゃいね、お腹空いてただけだって。お腹空いてた。はい、ちいね。見て大丈夫。養分さんのが何倍もいい父親やってる。子供何人か養分さん面倒見てない子供いいんじゃなかった。コステの養分より俺パパいいパパじゃないの。水にあんよりはマシ。お腹少ない。俺が引き取りたいぐらい。かわいい。めちゃめちゃかわいい。養分子供ぶん殴る。殴れないね、子供はかわいすぎて。湯さんまし。いや普通に水ね、ただちょっと調合したりとか流水に入れるだけじゃない。あんまね、冷ましたがんない、エミリさん。なんか自然に冷ますのが好きなんです。うーん、申し訳ない。イライラする時もあるな。まあね、あんま泣かせないようにすればね、イラつかないけど。まあでも、これ一人だからあれだけどさ、二人三人いたら大変だろうね。2回またうんちした。お腹下してんの。下痢しまくるんだけど。また顔見て。ちょ、 YouTube で見れるんじゃない。ちょっとツイキャス下げれないね、これ今画角を。両手下がっちゃって。何してんの。誰やてめえ。おかわりです。かわいい顔白い。うち貧血の薬飲んでるけどね。あ、てっちゃん。てっちゃん、久しぶり、ありがとう。なんかお腹下してるの、またブリ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 ずっと言ってんだけど。ベビ太郎。ベビ太郎。俺じゃない、俺がする。俺我慢できるから、もうさすがに。40近いし。ブリブリ、俺出ちゃってないから大丈夫。みやこさん、乾杯。イェイ。あの、一緒に飲む人、YouTube 来て。一緒に飲む人。イェイ。エミ太郎だよん。知ってるよね、みんな。千人も来てくれてありがとう。エミトロだよ。どうした、覚えてる話し方。どうした話し方。どうした。酔っ払ってない、まだ。なんかね、やっぱ酔っ払わん、赤ちゃんおったら。なんかね、いいじゃん、のんきで。旦那いるからね、母乳もあげないし、いいでしょ。もうちょっと楽しく飲もうよ。楽しい時間帯じゃん、今。夜中でもないし。ね？俺もおむつする。今からでしょ？これからでしょ？ちょっと早いんじゃない？きちい。みんなもこれからでしょ？みんな自由でしょ？うちと違って。ね？
なんかお腹ギルギル言ってるね、ずっと。大丈夫これ下した？ おならするもんね、うん、そう、安心だし、ちゃんとあの許可もらってるし厳しいよこの人は、めっちゃ厳しくない、ね、優しいと思って付き合ったけど厳しいからね、みんなと比じゃないよこの人、めっちゃ厳しいから。俺が唯一厳しいのは寝てる時にカーテン開けるとこだけだねマジで目やられるから。テピー、ヒーさん、テピー頑張って、もうちょっと YouTube あ、熱くね、うちだけ、うん、あーね、うちが次飲むのはかくハイボール濃いめ、イエーイ、グギ今飲んでるのは俺がエミリンラガー、俺がエミリの母乳を飲むよりエミリさんがお酒飲んでる方が面白いってこと。みんな今日俺エミリさんの母乳飲むって配信やろうと思ったのに、やばい、そうめんこれ麺が太くなってきよる。もう出した方がいいんじゃない、もう水につけとかなくていいんじゃない、そうめん流しそうめん、よいしょ、ボール持ってこう、うん、そうめん食べない、もうちょっとお腹いっぱいになっちゃったね。ケーキもあるでしょ、だってあと、うん、これ食べようかな、うん、これ入ると、うん、回さないで食えばいいじゃん、回さないと取れないの、うん、ね、すいません、ちょっとあの大魔王さんからもサイクロンうるさいって言われて、ね、サイクロンうるさいみたいな、すいません。これ回したかった、おばあちゃんと喧嘩してまで手に入れた炭酸電池炭酸電池ですら喧嘩になっちゃうの、うん、なんかムニャムニャしてる麺が、入れたらね、上の方か固くなってるよ、うん、でも見てわかる、太いやつやん。またブリブリしたね。ちょっとボールを持ってきます。マイバスケットがテレビに出とった、懐かしい。これに入れちゃおう、これでいいよね、そうめん。あ、スイ、おいしそう。もう食べない、そうめん。寝そう、ベビータン。もう飲み終わるね。うん。行きそう、ベビータン。ああ。こんばんは、ママチャーさん。飲み終わりました。ベビー。ごちそうさまは、ビビーティーな、いいね。
ゲップして。あら、起きた、出た。聞きました、みんな、ゲップ。もう出ませんか、ゲップ。聞こえた。これ、赤ちゃんの顔がちっちゃいんじゃないです。俺の顔が大きいんです。はい、さっきまで泣いてたぐったりです、見てください皆さん。はい、さっきまで泣いてたと思えないくらい赤ちゃんがもうぐったりです。上手。ぐったお利口さん。ぐったお利口です。はい、次はこっちのベイビーです。次はこっちの赤ちゃんが。かわいいでしょ、どう見ても。かわいいでしょ、どう見ても。あ、カメネコさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。カメネコさん、カメネコさん。アラブの石油をビルゲイソフトバンク様せし、カメネコさんがいないとやっていけない、超知能なカメネコさん。お金持ち、ひとぱ、ありがとう。ちょっと寝返していきますか。俺、もう一回うんちしたっぽいと思うんだよね、さっきって言ってたから。最近しゃっくり出るよね、食べ終わった。もう一回ちょっとうんち確認しますね。ご機嫌になったかな。あ、出てないわ。出てない、おならだけだった。うん、ちょこっと出てない。1時半か。こっから3時間4時間に寝て10時ぐらい、10時半から11時半ぐらいに。ありがとうございます。ベビーのり巻きスタイルです。おひな巻きです。おひな巻きです。はい、何ですか。ひき肉です。今どのぐらい飲むの。誰が何をですか。80。今は40。40で、その前が搾乳で80ぐらい。たまここにおる。うん、ごめんごめん。父飲ましとらんわ、お前。捨てたしって何を。母乳あげてないよ、ミルクだよ。明日の、明日まで12時間だね。私が寝てから12時間で、あの1回目の搾乳は捨てるし、全部唐揚げ食えよ。もう冷めちゃっただろ、チーズドレッシング。せっかくや、ずっと飲んでや、ずっと飲んでって。そんな飲んでないじゃん。ちょっとご飯の量が減るよね。うらやましい。
っぱい食べちゃうから。そして今から僕はエミリさんの母乳を飲みます。入ってる、たっぷり。なんかトロトロしてるから出にくいんで。からよし、からよしの唐揚げです。まずはじゃあ普通の粉ミルクから飲もうかな。あ、狙ってる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 。あらららら、これどうすんの、これどうすんの。入りはせんと。どうすんの、入ってもう めちゃくちゃにされたらどうすんの。これどうすんの、これ狙ってるよ、これ狙ってんだ、見てるだけ。何それ、食べていいかってこと。危ないよこれ、神回じゃないこれ。気をつけて。これで俺が下痢になったとしたらさ、ベビタルなんて絶対もう。どうした？濃いな。これ、これ濃いめですから、これ。これ濃いめですから。濃いですよ。おいしい。ストロングと同じ 9% ですか。妹が無理だ、かわいい。うん、そんな感じかも、みりさん。見て。ほら。そば、うん、にいる。猫に妹が生まれたと思ってる感覚なんてあるんですかね。猫に。泣くんかと思ったら違ったよ。山田さん何飲んでるの、ところで。まず俺にも飲ませて、じゃあ。やっちゃう。粉ミルクから、まずは粉ミルクから。どれ？粉が一番左でしょ。粉ミルクですか。なんで美味しいのから飲むの？自覚あるのまずいのって。私のまずいんだって自覚あるの。いやな、自信はないよ。だって。かわいいだし。ね。いや、違う。いや、あのね、肝炎だからね、俺に飲ませられないっていうのに毎日ベビータに飲ませたら、ね、それは、うん、あの大丈夫でしょ。じゃあ俺も大丈夫じゃん。自信ないのって聞いてきたから、ああ自信ないな、そりゃあねって、自信あるわけじゃないよって答えただけ。ああ、ね、いや俺自信あってほしい、ベビタに飲ませるんだから自信満々の母乳だって。じゃあ飲めよ。オッケー、はい、そっちから、うん、いいよ。まずは粉ミルクから。これ500カロリーある、なんだっけ、微笑み高いミルクです。これ母乳は、血液の成分だから美味しくはないよって。プロテインめっちゃ飲まんよ。こっち飲めて、こっち飲めないの。いや飲みたくない。また変してない、ずっとベビータずっとブリ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 。500カロリー、 100g で500カロリー。あのね、ほんのりマックシェイク、ほんのりマックシェイクだね。怖いな、これマックシェイク遅くね、拾うの。俺のコメント拾うの遅くね、ラグってる。いや、コメントに気になった。ラグってる。
飲んでみ、マックシェイク、ほんとほんのり甘さのないマックシェイク飲んでみ。いつもベビタこれ飲んでんだからな。なんか小麦粉の匂いがする。あーね、ちょっとわかる。これはね、粉ミルク、ちなみにほほえみってやつですね。うちが使ってるこれ、これ粉ミルク。100g で500カロリーやんだよ、やばくね。うまい。うん、かんかんかん。甘、なんか生クリームを2日置いてドロドロにした感じ。生クリーム分からんけど、なんかそんな感じ。次エミリの父持ってこい、搾乳した方。食べてるのは唐揚げ、食べてるの。飲んだの？まだ飲んだ。匂いかだけ、匂いはね、やば。うちもペロッとしか舐めたことない。なんか野生っぽい匂いがするね。何野生って？野生の匂い、動物じゃんってこと。うん、まあ、無臭なんだけど。宇宙じゃん。奥になんか野生の匂い。さあマジこいつ。冷蔵庫すぐ入れた。乾杯。飲み込めやさ、さ。行くね。行くね。あれ思い出すんじゃない、大門さんがあのスムージーの時。行くね。もう一杯。ドカーンみたいな。水飲むなよ。たまり、感想はお酒の味するね、これは。カルガミルクの味がするね。なわけないよ、お酒飲む前に取ったんやけん。昨日の残ってんじゃない、カルガミルクの味がする。残ってない、12時間も以上開けとるわい、うん、残っとったら分かるやん、顔に出るけん。これ何？粉ミルク。飲めよ。一気。なんでお前にそんなの指示されなきゃいけないんだよ。だから5回回数しろよ。
お前ら決まんで。ケピーケピー。いやもう一個あるんですよ、これが本物だから、これが本物だから、これが本物。どういうこと？もう一個、あ、違う違う、最後の説明しなさい、これは。いやこれさっきの豆乳でした、さっきの豆乳、さっきのは豆乳。どっちもわからん、もういろいろありすぎて一気飲みできないでしょ、さすがに、さすがに一気飲みはできないでしょ。取ってやる、エミリの本当の搾乳取ってよ、残りの一本。うん、残りの一本、最後これが搾乳です、これ。じゃらららららちょっと黄色いんだもん、なんかちょっと黄色くない、エミの方が黄身あるんですよ、エミの方が汚ねなんかとおい薄いし、なんか汚ねって傷つくな。エミ？何？エミもゲップ出たってこと？トントンした？これはさすがに、これはさすがに今日は無理でしょ、これはさすがに。ミルクセーキ。ミルクセーキ来た。どこだっけ、ミルクセーキが有名なの？くせえもん、これやっぱり日本物くせえもん。臭くない。臭いだ。臭くない。臭くはないけど、なんだろう、これ哺乳瓶の匂い、これ哺乳瓶の匂い。お前うざい。違う違う違う、生。臭くね。臭くは生乳の匂いがする。生乳の匂い。何回生乳って。匂い嗅げよ。知らんくせに。うぜ、臭くね。いや臭いくはないよ。おめ。鉄の匂い、鉄の匂いなのかこれ。しねえわ、鉄の。貸してみ。飲めよな、今お前から出たんだろ。なんか俺初めて見たんだよ、おっぱい。おめえマッドマックス見てみ。マッドマックスずっと言ってんだよ、これ何回。みりさん最高の栄養、栄養食やけんな。なんかくないって、あの普通さ、うち鼻いいけん、犬同士やけん、乳首があったらさ真ん中からピルルルルって俺出るイメージなんだよ、だったのね。そしたらこう乳首があったらおっぱいってシャワー状に出るんだね。うちはね今まだあの線が整ってないから。あ、そういうこと、うん、最後になったらこの乳首の最初あの穴からピューって出るの。わかんないけど昔さよく乳首、女の子の乳首とか見たらさなんか穴開いてんじゃん先っぽ、だから俺そこから出るのかなと思ったんだよね。え大門さんね、乳首押したらシャワー状に出るんだよ。あそうだよ、だってうんびっくりしたね。そううちもピャーって出るのなんか4本ぐらい。だからエミリーさんふざけてここで搾乳してる最中にウリエーってやるとファッて飛ぶもんファブリーズみたいに飛ぶんだよ。ほらみんなそうなんですね、うん、ベテランの人たちうちも一本線かと思ってた。穴だらけね。じゃあ飲みますか、そろそろ。エミチチ飲みます。それがつまらないようにしないと。これガチでうちのおっぱい吐くなよ。ねえもう出すなって、飲み込むや一心同体だねおいしいんだよ。おいしい、うん、絶対よ。ほんと
普通に美味しいんだよ。どんな味？本当に言ってる？普通の牛乳で美味しい。これガチでうちの母乳だよ。美味しい？一番美味しい。美味しい？うん。こっち微笑みだから。白いだろこっち。本当だ。うざい。こっちだから。うざい。こっち、うわ、危ない危ない。座れよ座れよ。座れよ。騙したの。微笑みだじゃん。最後に飲むからの取っといたんだよ。先に微笑み。嬉しかったの。嬉しかったな。座れよ一回。一回座れよ。こっちだったわ。黄色いから分かるだろ。だってみこっち分かってたもんね。分かってたみんな。色で分かってたろ。だってさっき。ツイキャスの方がね、多分色が黄色み分かるから違いが分かる。嬉しかったのに。これ怖いね、これ。うざいよ、本当に。怖くないよ。傷つけんで、エミのこと。うん。行く？知らねえよ。行くよ。エミのこと傷つけるわけないだろって。飲まなくていいよ、飲むよ、いいよ、飲むよ、飲むよ、飲む、いじめてないよ、病気だから、病気じゃないよ、しょうがないだろ、いじめないで、いい、大丈夫だよ、注射回して移っちゃっただけだろ、病気じゃないよ、そういうことも言うなよ、ごめんなさい、またブッブブッブ言ってるだろ、ベビ太郎、なんかお腹の調子悪くねえか、今日ずっと鳴らしてるぞ。閲覧1300いったで飲みます。乾杯。一番バターっぽい。何が？バターっぽい。誰が？やっぱり牛乳だね。全部牛乳じゃないじゃん。豆乳、粉ミルク、本当の生乳じゃん。バターっぽい。バター？バター。ってこと？そのバター。って感じ。ベキちゃん。ほんバターっぽい。青臭くないって聞いてるよ。青臭くはないね。一番バターっぽくて、後味が一番まずい。後味は、うん、あんまりでも一番じゃ美味しいのは、あ、無理のミルクだね。なんかあんま味変わんないから、これデビタロ飲んでも分かんないね。で今ストロング3本飲んでるから、今の3本じゃないよ、1本だよ。どこ刺して1本って言ったの？1本そこ。ああ、ストロングと濃いハイボールだから違うってこと。ビールと濃いハイボールはストロングじゃないってこと、うん、ずっと起きてるね。うん、あれ？なに？肌が？やっぱアルコール入ってるでこれ。俺顔赤くなってるもんだって今触ってみ。入ってるわけないじゃん。いや残ってんじゃない少し。もう触ってみ顔。ちょっと赤くなってきてるもん。俺お酒飲むとすぐ顔に出るから分かるんだよ。お前本当にうぜえよ。
のクソが。いや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 、サックニーだろこれ。入ってるわけないじゃん。入ってないですね。マジうぜえから。いや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 、なんとなくなあ、顔赤くなったろマジで。言うに決まってんじゃん、うちのアンチが集まってんだから。ふざけんなよ。いや違う違う違う、 俺が熱くなったと思った、ちょっと。でも違うかも、なんか俺料理に入ってたのかもしれないね、後から出てきて。お前そのためだろ。そのためってなんだよ、俺の顔いじれないだろ、ずっと息止めて赤くするとはできないだろ。いや気のせいですね、わかんないよ、抜けてるしね、なぜだろうって感じ。二人目クソ、味方につけようと思って。つけようと思ってねえよ、つけようと思ってないよ。そういう魂胆だから。魂胆だから騙されんなよ。どうやってそんな、ちゃんと12時間以上開けてから撮っとるわこれ。演技派だね俺。素敵に感じるわ、こういう。素敵じゃないだろ、普通に、普通に。でも12時間開けたミルクなんですよこれは。ちゃんとエミさん開けてますし、気のせい。また俺家で追い出されちゃうんですか。お腹いっぱい。今おいでよこっち、片付けよう。じゃあ謝って。何が。酒の味したみたいなこと言ったの。いや本当開けてるし、エミリさん間違いなく開けてるし、昨日だし飲んだの。12時間以上あげてんだけど。でしょ。けどエミリさん触ってよ俺の体、ちょっとあったかいから。知らんし、うち目の前におるのにうちが思わんのよ、赤いとかそういう問題じゃないやろ。そういうこと。何のために飲んだ。うちのアルコール確認するために飲んだ。いや違うやろ。そうだよ、味を確認するために飲んだよ。飲んだ。でもなんかポッポしたねって感じ。今もそげのになっとるん。なんか一気にだった、わかんない、あれかもしんない。飲むのにちょっと緊張したから赤くなったのかもしんないし、油汗出たのかもしんない。勝手なこと言わんでくれ。勝手じゃないじゃん、感想じゃん俺の。こっちだって朝から飲みたいよ、じゃん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 。でも我慢しとるんよ、みんなに言われるんけ。うん、12時間開けたりしおるんよ、ちゃんと測って。うん、勝手なことせんでくれん。そんな楽しむなら出て行って、ほんと。またまた、うん、なんでいつも夜なの行かせんの。朝方が行きやすいね。いや出て行っても清水さんが面倒見てくれるやろ。清水さん面倒見てくれる。うん、見てくれるよ。うちがまた出て行ってって言ったけん、怒り散らかすやろ。やめてくれん、ほんとに。ツイキャス切ってくんない、気分悪いわ。どうせうちのアンチがいっぱい湧いたっちゃら、もう切るけんな。